やすこです。皆さん、備蓄組の皆さん、備蓄の状況はどうですか？来ましたよね、値上がりが。じわ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 段階的に値上がりして、今2023年1月現在ですけれども、どうですかね、主婦の体感的には、食料品の値上げは体感的にはどうですかね、 120%、 1.2 倍くらいになってるんじゃないかなっていう体感ですよね。例えば、ざっと今まで100円で買えてたものが120円とか、そんな感じかなというふうに思いますね。なので早くから備蓄を始めて、ちょっと早すぎたなっていう感覚はあるんですけれど、備蓄しておいてよかったなって、これからどんどんもっと値上がりするんじゃないかなっていうふうに思うと、ローリングストックで備蓄しておいた方がやっぱりいいなっていうふうには思いますね。備蓄を始めたのはいつぐらいかな、でも結構もう多分3年目ぐらいに入ってるんだと思うんですけど、最初は分からなかったから、あらゆるものを備蓄していたんですよね。お水とかお米とかはもちろん、缶詰とか乾麺、乾物とか缶詰のハムみたいな、スパムみたいなものとか、卵の缶詰とか、魚の缶詰とかを買ったりとか、あと野菜も買えなくなると困るなって思って、なんだろう、野菜の入ったお味噌汁のインスタントのものとか、野菜の入ったひじきの煮物みたいな缶詰とか、なんかおからの、ちょっと人参が入ったようなものとか、あとピクルスとかの瓶詰の野菜とか、いろいろあらゆるものを備蓄して、で思ったのは、いざとなってないっていうか、そのなんだ、食料が値上げ実際に起こってるけど、全く食料が手に入らないっていう状況ではない中で、この 2,3 年備蓄をやってきて、なんかやっぱり普段から食べないものはあんまり食べないなっていう感じだから、賞味期限が来たから食べようかみたいな感じで、結局ローリングストックで消費はできるんですけど、気分じゃないまま賞味期限が来たから食べてるっていう状況で、そこはこれからの備蓄の参考にしたいなっていうふうに思いました。だからそうですね、普段食べてるもので備蓄するっていうのが一番いいかなっていうふうに思ったのと、野菜とかはできるだけ育てれる人は育てたりとか、あと農家の人とつながりを持っておくとかして、普段からいざとなった時のことを考えておくといいかなっていうふうに思うんですよね。で、なんか本格的に畑を借りてやれる人はいいと思うんですけど、やっぱりそういう人ばっかりじゃないと思うし、住んでる地域によっては畑があんまりない地域で、やっぱり遠くまでその畑を手入れしに行かなきゃいけないってなると、なかなか難しいじゃないですか、畑の手入れが。なのでやっぱり近いところに畑があるのが一番いいとは思うんですけど、そういう状況の人ばっかりじゃないと思うので、プランター菜園とか、あと家のキッチン栽培とかでもいいので、やってみて尽きるっていうか、なんかいざとなった時に慌ててやるんではなく、やった経験があるといざという時に役立つなっていうふうに思うので、今のまだ野菜が手に入る時期から、種から発芽して育てるっていうのをやってみておくといいかなっていうふうに思いました。それで玄米でお米を備蓄をずっとしていて、それを順番に食べる分っていうか、毎回精米するのは、なんか精米機をなんか洗ったりするのがズボラで面倒なので、1週間分ぐらいをまとめて精米して食べていたんですけど、割と備蓄して時間が経ったお米でも玄米で保存してると割と美味しくいただけるかな
って思います。で、お米の品種によってはちょっとパサついてるなっていう感じのお米もあったり、なんか同じ時間の経った玄米でも、あれこのお米は美味しいな、だから品種の問題なのかなっていう気もしてますね、うん、なので精米機で精米してその備蓄の玄米を食べるっていうのはすごいおすすめですが、我が家の精米機が最近年末ぐらいに壊れちゃって、でその機械の保証期間を見たらなんか1年ってなっていて、いつ買ったかなーって思ったら1年はとっくに過ぎていたので、どうしようかなと思って新しく買った方が簡単で、なんか安く修理するよりかは安いような気がしちゃったりして、なんていうのかな、この中のこの回るところがなんか引っかかって回んなくなっちゃったんですよね。どう思いますか、なんか修理した方がいいのかな、安くつくのかな、買った方が安いような、安く買ってるしと思って、今結局なんかスーパーで精米されたお米を20キロぐらいかな買って今食べてて、で玄米は今ストップしてるんですけど、近所のコイン精米の機械はあるんで、まあ、いざとなったらそこに持っていけばいいんですけど、なんかコイン精米でなんか精米してるところをなんか見られたくなくて精米機を買ったから、やっぱり精米機をまた買った方がいいかななんて思いつつ、でもちょっと、我が家今貧乏で、私が今働いてないので結構家計がこう苦しくなってきていて、そう、我が家の家計はピンチなんですよね。そう、 YouTube をなんかまた継続してやり始めた時はなんかもう今頃 YouTube のチャンネル登録は1000人超えて、広告収入がちょっとでも入ったらいいななんて、思っていたんですけど、そんな甘くもなく、自分も毎日動画を投稿しているわけでもなく、やっぱりなんか頑張ってる人はすごい YouTube もなんか伸びてたりとかして、あーすごいなーとかって思うし、なんていうのかな、やっぱ備蓄の動画ってすごい再生されてて、出せばなんか回るのかなとかって思ったりするけど、備蓄言ってるやつはみたいな、なんかそういうアンチの声とかも実際なんか怖くて、なんか備蓄をなんか反対派っていうか、備蓄しなくても大丈夫って、なんかそんな煽りすぎだみたいな、恐怖を煽りすぎ煽って再生を稼いでるみたいに思われても嫌だし、だけどその備蓄への考えっていうのは、なんかその備蓄の動画とかを出してた頃と別に変わってなくて、あ、やっと今頃なんかやっぱりその食料のやつがやっと来たなって、なんか予想よりかはなんかちょっと遅いんだけど、なんかやっと来てるし、これからもっと食料をその手に入らなくさせるっていう作戦はなんか継続してるなっていうふうには思うんで、やっぱりなんか、まあ、最低限でもいいので、なんか備えはしておいた方がいいなっていうふうに思うし、食料だけじゃなくて日用品とかもやっぱり備えておいた方がいいのかなっていうふうには変わらずに思っております。特にその子供がいる人とかは備えておいた方がいいなっていうふうには思ってます、うん、でただなんかやっぱり家族が食べきれない分を備蓄して、それが賞味期限とかで廃棄されるというか、食べきれなくて捨ててしまうっていうのはやっぱりもったいないから、自分がそのローリングストックで回せる分っていうのがいいのかなって思います。自分がその備蓄やってみて、さっき言ったように普段
からあんまり食べないものの備蓄はやっぱりなんか食べる時にちょっと嫌な感じがするから、なんか買った時はなんか必要だと思って買うんだけど、ローリングストックだとその食べる時がなんかね半年後とか1年後とかになるので、気分じゃなくてなんかこの間の年末もなんかお餅の備蓄とあとおしるこみたいなパウチのものを買ってたので、それを食べようと思って甘いものを食べる気分じゃないかったけど、でも賞味期限がなんか過ぎてて、あこれ食べなきゃなみたいな感じで、で子供もなんかお餅はなんていうんだろう、醤油に海苔巻いて醤油で食べたいみたいな、あときなこ餅とかなんかおしるこではないみたいな感じで拒否されて、微妙な空気でおしるこを出したっていうのもあって、多分おしるこはもう備蓄しないかなって思いました。備蓄してる人へのなんかアンチ意見みたいな反対意見を言う人の、まあ、話もわからんくはないけど、いざとなった時にスーパーに行列で食料を奪い合うみたいな、そういうのにはなんか並びたくないなと思って、だからなんか今の時点で買い占めるとかそういうわけじゃないんだけど、例えばスーパーになんか卵とか買いに行く時にいつもより缶詰を多く買っておくとか、保存が効く賞味期限の長いものとかをちょっと多く、買い物に行ったついでにちょっと多く買うみたいな感覚でやって、ちょっとずつ家に貯めていけばいいのかなというふうに思いますですね。で、まあ災害とかは、ね、毎月のように大災難が来るみたいな、大災害が来るとかってなんかこう予測とか予言とかしてる人もいるし、なんかそういうのを見るとあ怖いなって思ったりするけど、まあでも備えててなんかが起きたらもう仕方ないじゃないですか。なんかその時にどこに自分がいるかもわからないし、家にいるとは限らないし、なんか備えてて、ね、家がぐちゃぐちゃになって自分が家にいなかったらそれが無駄になっちゃうかもしれないけど、でもなんか何もしてなくて後悔するよりかは、備えてて何かあったらもうそれはもう運命としか言いようがないから、運命だなっていうふうに思えるから、備えておいた方がいいなっていうふうに思うので、食料だけじゃなくてなんか、まあ、冬だったら暖が取れるものとか、あと電池とかいろいろ備えたりしてます、ね、そのおかげで家が圧迫、なんか物がなんかそのなんていうのかな、備蓄品で物がいっぱいになって、多少なんかメンタルがなんかモヤモヤするっていうか、なんかもうちょっと家がすっきり、なんか何にもないなんかミニマリストみたいな生活に憧れるけど、実際はなんか備蓄品でなんか結構部屋が圧迫されている、なんかクローゼットとかもなんかね、なんか備蓄品とか、ね、トイレットペーパーがバーっていっぱいあったりとか、缶詰がいっぱいあったりとか、なんかそういうのはなんか精神衛生上はどうなのかな、家族もよくは思ってないしどうなのかなって思うけど、なんか今のなんかこの世の中の流れを見てたら、例えば鳥インフルとかでその鳥を処分しなきゃいけないとか、あとね他の家畜とかもなくしていこうみたいな世界の流れがあったりとか、農家さんとかも割に合わないような状況を作られたりとかして、ね、ましてや、やってる世代が結構お年寄り年配の方が
多い中で、そのやってもやってもその週にならなくて割に合わない、なんかそんな状況で続けていく人が減るだろうし、家庭菜園じゃ死ねてるだろうし、で、ね、もしここでドンパチとかがどこかで起きたら、日本だけじゃなくって、ね、近くの国で起きたとしても、日本で起きたとしても、まあ、そんな大きなのはないとは思うんだけど、でもなんかそういうのを煽っている風潮でもあるし、なんかその輸入のルートが止められたら、もちろん物は入ってこないから、あの食料自給率の低い日本はやっぱり食料が少なくて、お金を持ってる人に優先的に物が行ってしまうのかなっていうふうに思っちゃいますね。予想通りになって、私の感覚では世の中がそういう風にしてる。で、なんでそんな風に生産できるのに世界中でその生産をやめるような方向に行ってるか。で、温暖化をなさっするためにとかっていう大義名分みたいな、そういうのもあったりとかするけど、そんなもんじゃないとは思うんですよね。その計画、意図、理由っていうか、どうだろう。私が推測しているのは違うかもしれないけど、まあ、経済を落とし込んで、で食料的にも困窮させて、なんていうのかな、喉から手が出るほどなんか欲しいと。生活に困ってて、お金も欲しい、食べるものも欲しいってみんなが思って、じゃあベーシックインカムやりましょうとか、配給します、食料配給しますとか、日用品配給しますとかっていう流れで、そのためには管理下にいてくださいねって、そのためのマイカード、あの自分のナンバーのカードとか、そのカードに口座紐付けとか、そういったことなんじゃないのかなって。その食料が欲しかったらそれに登録してくださいとか、まあ、その中にこういった今やってるこの体に入れるものも何回以上やってないとダメですよとか、そういうのも関連してくるんだろうなって思ったりしてます。あとなんかこう、国の決めたことに反対してるような意見をネット上に書いてないとか、なんかそういったことが全部関連してるしてくるのかなっていうふうに、思っちゃいますね。ということです。で、私はなんか賞味期限とかあんまり目安として考えていて、口に入れて味がおかしくなかったらいけるみたいな、そういう考えなんで、何でもそうなんですけど、食べてみて考えるっていう感じで、大体なんか、まあ、備蓄品だと、もともと賞味期限が長いから、賞味期限が大胆に切れてても大丈夫だろうっていう、そういう感覚でして、まあ実際食べてみたら大丈夫なことが多くて、まあそれはなんか保存量のおかげだったりとか、あのなんかね、添加物体に良くないっていうこともあるけど、まあ備蓄品に関しては保存量のおかげで長持ちさせてくれてるっていう恩恵もあるなっていうふうに思っていて、まあ、その賞味期限が切れてもなんか食べれるし食べるんだけど、そのさっき言ったように自分のなんかあんまり普段から食べてないものは賞味期限が近づいてくるとさらに食べる気がなくなる、賞味期限が切れるとさらに食べる気がなくなるから、最近ね本当に近い
私が住んでる市の取り組みなのかな。で、あのフードバンクっていうか、あの、なんて言ったかな、およそ700m 右方向、中央空港方面です。右折レーンがあります。あの、生活困窮者にその食べ物とかをなんかその回すっていう取り組みがあって、あの、調べればなんか私が住んでる市だけじゃなくて、なんか最近はいろいろあると思うんですけど、あの、ちょうど本当になんか歩いていけるところにそういうところがあるので、ね、賞味期限1ヶ月以内、結構ギリギリまで、あの、受け入れをしているので、そういったところに、あの、賞味期限が切れる前に、あの、持ってって、必要な人のところに、あの、渡るといいなっていうふうに思います。で、これから、今後私が買って備蓄するものについては、今までのそのなんか備蓄でのなんかその失敗とかを踏まえて買うものは、あの、精査していこうかなっていうふうに思ってます。そのなんていうのなんか自分もなんかなんていうんだろう、ああ、なんか支援してもらいたいなって思うぐらいな時もあるから、もっとねガンガン稼いでたら、なんだろう、食料が少々値上がりしたぐらいで 20% 値上げくらいだったら、まだそのしょうがないねでやっていけるのかもしれないんですけど、まあ、いかんせんね、あの、そんなに稼げてないんでちょっと ビビりますよね、その値上げに対して。ということで、うん、皆さんちゃんと、あの、備蓄されてる人が、あの、私のチャンネルの方には多いんで、あの、大丈夫かとは思いますけれど、まだ備蓄されてない人は、うん、ちょっとずつでもいいので、なんかちょっと多めに買い物して、で、その、まあ、私の失敗から言うと、普段食べないものはあまりローリングストックで回っていかないので、普段食べるもので賞味期限が長いものっていうのを、ちょっと多めに、ちょっとずつ多めに買って、置いておくと、いざとなった時に買い物の奪い合いの列に並ばなくていいのかなっていうふうに思いました。ということで、終わりたいと思います。ではでは、まだまだ寒いので、これからまたね、寒くなるっていう風に、また寒気が来るっていう風に言ってるので、暖かくしてお過ごしください。では、さようなら。